けるってことですよね。どんどんバックに回してバックハンドターを折るぐらいのつもりでいいかもしれない。でレシーブも一回方へつっついたで、あそこからバックに止めたそっからの展開いいから全然あれでいいと思う。もしチキータ入るんだったら一回ゆっくり回転で入れてからラリーする。だから結構待ってると思うからちょっと速くなっちゃうから、あそこ一回自分のタイミングで待って打つっていうのがしっかり、うん、バックハンね、アンサー待って、でそこをもうしっかり一回入れてラリー持っていく。であそこフォア行った後速くなりすぎて回転量多いから、もうあそこは一回ブロックしてラリーつなげるぐらいで見えたんで、まあサーブ3球目から行けたらバック反面行ってからバック反面とオールのつもりでできたら一番いいから、あとは向こうがレシーブの時にちょっとこっち緑になってきてるから、あそこの時に Can we continue? What have you seen so far here from Miyu Nagasaki to help your chances to continue? The unpredictability, the strawberry flip, some of the focus on Miyu Nagasaki. It's a little bit more speed. It's a lot of speed. If you're doing it forward, you can do it forward. If you're doing it fast, you can do it back. I think that's a good idea.